段の皮を剥くとき、中のカサカサが外の皮にいかにつくか挑戦しています。東急スターの榎並です。箱の底で傷んでしまう効果、出てくる前に救済レシピを教えていただきます。フードコーディネーターの相良さんです。はい、こんにちは、よろしくお願いします。今日はじゃあそんなみかんもね、お料理としても使えるので、実はですね、酢飯と相性がいいんですね。そんなみかんちらし寿司をお教えしたいと思います。では料理スタート。では寿司酢を作っていきましょう。はい、酢大さじ3です。お砂糖、はい、小さじ4です。お塩、はい、小さじ1/2です。混ぜ合わせる。そうです、あの砂糖がちょっと溶けにくいので、スプーンの裏とかを使って、はい、なるべくこうスリスリして溶けやすいようにしていただけると OK です。今日のちらし寿司の材料をご紹介しましょう。みかん、はい、ですね、メインですね。キムサヤ、エビ、こちらは茹でておいてください。はい、うん、もう下茹でしてあります。卵、これ市販でもあります、ね、はい、市販のものでもいいですし、作っていただいても大丈夫です。と、いくら、はい、豪華に見えますね。最後、すばす。まあそれは冗談として、はい、レンコンのすばすの作り方をご紹介します。レンコンはですね、薄切りにしていただいて、お酢が入ったお湯で茹でます。その後合わせ酢につけて、はい、ぴったりラップをしていただいて、常温などまでこつけておいたものになります。それでは調理していきましょう。はい、じゃあ、はい、キヌサヤとエビ、まずキヌサヤは飾りに使いますので、斜め半分とかに切っていただきます。個体差があるので、今日は 2人分で、4枚使用します。エビですね、厚みがあるので、薄さを半分にするように半分に切っていただけるといいですね。3尾、もしちっちゃいエビとかだったら全然丸々1尾で、うんうん、ちょっと今日はね、大きめかな、うん、エビちゃんが全員入ったので、はい、はい、半分、はい、切れた、はい、切れました。みかんですね、白いカサカサが、カサカサがくっついてる、結構ほら、あー本当だ、すごい上手。身を薄皮から取り出していただいて、もしあれでしたら、そう、結構爪がね短いので、あの包丁で少し切り込み入れても大丈夫です。今日は1人1個しっかりみかん入れていきますので、2人前なので2個ですね。でもし割れちゃったやつでも、結局ご飯の中に混ぜるので、それはあの積極的に混ぜる方にしていただいて、綺麗なやつは上の方にちょっと飾っていこうと思います。はい、では酢飯を作っていきましょう。はい、まず寿司酢ですね。寿司酢、ご飯の方にぐるっと回しかけます。はい、混ぜましょう、はい、軽く。ご飯はね、人肌ぐらいあったかい、ちょうど混ぜやすいですね。うん、あとお砂糖がもし溶けてなかったとしても溶けてくれるので、そのなるべくさっさっさっとお米の粒をもうそのもんでて、はいはい、潰さないような感じ。みかんを加えるんですが、最後飾り用にするみかんは初めに取ってあります。みかん入れます、はい、入れちゃってください。こちらのね、すばすの方ですけど、こちらの、あの合わせ酢が入ってしまうとびちゃびちゃになってしまうので、そちらはちょっとこちらで、はい、出していただいて、もしくはなんかボウルとかに入れてもらってドレッシングとかにしていただいても大丈夫です。すごいさっと入れてるので、シャキシャキの食感とみかんの柔らかい感じで美味しいご飯になります。で、それも混ぜます。混ぜます。潰さないように混ぜるの難しいです。そうですね、こうなんか縦によくこう切るようにとか言いますよね。レンコンなんですけど、もし直径が大きいものでしたらね、縦半分に切っていただくといいと思います。いいですね。はい、それでは盛り付けていきましょう。今日はこちらのキラキラの器に、ゴージャスな器に盛っていただきたいと思います。はい、材料は2人前ですので、はい、半量でお願いします。はい、みかんって甘酸っぱいので、すごい寿司酢とめちゃめちゃ相性が、成分が似て、そう、相性がいいので、とってもですね、なんかフレッシュな感じのちらし寿司になると思います。盛り付けの方お願いします。錦糸卵、はい、まず土台を黄色く、ちょっとみかんとか見えなくなっちゃうんですけど、まんべんなく黄色い方が飾りをね、盛った時に全部の食材が綺麗に見えます。はい、エビ、そうですね、ここぐらいです。バランスよく、バランスよく。そして次が絹さや4枚、グラデーションみたいになっててすごい綺麗です。いくらも半分ですよ、いっぱい乗せたらいいですよ。パラパラでもいいし、そう、1点でもいいし、うん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 、それでもすごいいいっすね、この真ん中で。最後にごまですね、パラパラっと、うん、みかん入りちらし寿司の完成です。おさらいです。酢、砂糖、塩を混ぜ合わせ、寿司酢を作ります。さやえんどうは斜め半分に切り、エビは半分に切ります。みかんは皮を剥き、薄皮も剥き、身を取り出します。
ご飯に合わせ酢を入れ混ぜ、みかんと酢バスを加え、さらにざっくり混ぜます。器に盛り、錦糸卵、エビ、みかん、さやえんどう、いくらを盛り付け、白いごまを散らしたら出来上がり。今回ご紹介したレシピはファミリー109、12月号に掲載されています。ぜひ店頭でチェックしてみてくださいね。東急ストアのホームページ内ファミリー109ページではあなたの料理のお悩みを募集しております。採用させていただいたお悩みはファミリー109の冊子やこちらの動画で回答させていただきますので、相良さんこれわかんないなんてことがありましたらお気軽に書き込んでみてください。